こんにちは、美味しいものが食べたいよしです。今日はね、冷蔵庫の中にカニ風味スティックっていうカニカマですね、いわゆるね、それがねちょっと残ってたので、それを使ってね、サラダを、作っていきたいと思います。カニ缶でやったら美味しいんだろうけども、カニ缶高いですからね、かなりお値打ちにできると思いますよ。ほんならいこもやか。はい、材料なんですけどもね、もうあり合わせでいいと思います。きゅうり、レタスからミニトマトがありましたね。あとね、カニ風味スティック、これがちょっとね、もうだいぶ時間経っちゃってるんで、これもう全部使っちゃいましょう。本当はカニの缶詰とかね、使ったら美味しいんでしょうけども、かなり高くついちゃいますんでね。今日はこのカニスティック、これかまぼこですね、これよくね、これを使ってやっていきましょう。はい、じゃあね、もうどんどん作っていっちゃいましょう。レタスはよいしょ、3枚ぐらいあればいいですかね。ちょっとこれを水洗いします。はい、洗ってきました。あとね、さっき材料説明で言ってなかったんですけど、玉ねぎ入れたらちょっと、風味があって美味しいかなと思いますね。ちょうどこんな切れ端がね、冷蔵庫にあったので、これ使っていきましょうか。ちょっとこの傷んでるところがありますんでね。はい、これはもうどういう風でもいいですね。薄くスライスしていきましょう。はい、ではね、和えるためにボウルの中に入れていきますね。カニスティックはこれがビニールがついてるんですね。僕知らなくてね、これごと食べてちょっと慌てたことありましたね。なんだこれ、硬いなーって思ってね、よく見たらビニールがついてましたね、これね。はい、ビニールは取りましょう。はい、そしてね、ここへ指でね、ちょっとこうほぐしながら入れていきます。はい、ではきゅうりですね。きゅうりは輪切りにしましょうか。きゅうりは一回塩もみをするという手もあるんですが、今日はね、ちょっとフレッシュな感じでいきたいので、そのまま使いますね。はい、最後はねレタスですけど、飾りにする部分をね、今ちょっと切ってるわけですが、飾りといえどね、やっぱり食べやすい大きさにするべきだと僕は思うんですね。見栄えだけで、食べにくかったら僕はあんまり意味がないと思いますんでね。もうちょっと欲しいな。はい、じゃあこれは飾りで、取っておきますね。あと残りはどうしようかな、千切りにしちゃいましょうか。ちょっと粗めの千切りがいいですね。はい、ではこれも、この中に入れていきます。
じゃあね、このまま、仕上げにいっちゃいましょう。まずはね、胡椒を入れます。よいしょ。ちょっとね、塩を入れましょうか。ちょっと予想以上にたくさんあったので、ボールが小さかったですね。混ぜにくいや。よいしょ。で、マヨネーズ入れていきましょう。はい、からしをちょっと入れてみましょう。はい、じゃあね、盛り付けに行きます。さっき飾りで作ったね、このレタスをちょっと周りにね、貼り付けていきます。そしたら真ん中へ、よいしょ。はい、ではね、カニ風味サラダ、完成です。はい、じゃあね、早速食べてみますね。いただきます。うんめちゃめちゃうめえ、これ。このね、きゅうりをあえてね、塩もみしないでそのまま使った。ちょっとね、水っぽくはなるんですけど、その分ね、すごくフレッシュな感じで、めちゃめちゃうめえ、これ。うん、このカニかまぼこのいやらしいまでのこのカニ風味がめちゃめちゃ効いてますよ、これ。おいしい。うんうん。めちゃめちゃうめえ、これ。まあ、どういう風、これ。自分食べてる時って本当に幸せですよね。このトマトの甘さがね、箸休め的にちょうどいいんですよ、これ。美味しかった。最後に思いついたみたいに玉ねぎ入れたじゃないですか。大正解ですね。玉ねぎの辛みとか、それから、からしもちょっと入れてますけど、その辛みがね、めちゃめちゃ癖になるんですよ、これ。まあいかん、これ。めちゃめちゃうめえ。あっという間にできちゃいますしね、すごく簡単ですんで、皆さんもぜひこれ作ってみてほしいと思います。それでね、もしもね、いいなと思っていただけたら、チャンネル登録の方をね、一つよろしくお願いいたします。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。